人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。寂しそうな船だな。あんまし人もいねえみてえだ。よし。うまそうな魚だな。いい加減にしろ孫悟空、どこまで行く気だ。この場所にしろ、貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう、だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あっそう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。吸収した。孫、気候派の類は鬱だ。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、孫のやつ様子が変だぞ。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは。はっ。はっ。うわあ。はっ。うわあ。はっ。
カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。やはりそんな程度だろうな。でも無駄だ。覚悟しやがれ。何をしても無駄だ。貴様ら痛みを感じないんだよ。ラッキーだったが狂ったか。
を感じるのか人形野郎でも。くらえ、こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。フッ。